藤谷蓮次郎です。今日は1980年代傑作アルバム全曲紹介シリーズの第5弾の1枚いきたいと思いますが、そのアルバムでも前回紹介をしましたので、今日から1曲目というか1つ目に入っていきます。1曲目と言わなかった理由は後でご理解いただけると思います。でその前に、お願いをしておきます。こうして私の YouTube チャンネル記憶旅行をご覧いただいた方、ぜひともチャンネル登録の方をお願いいたします。チャンネル登録をしていただける方を少しでも増やしていかないとなかなか続けられないものですから、これも繰り返しておりますが、もともと好きで、有名なもの、なかなか有名じゃないものを含めて、お話をしていきたい。だから中にはなんでこんなマイナーなものを扱うんだという方もいらっしゃるかもしれませんが、そのマイナーなものとメジャーなものが両方あってこそ文化だと思っているので、まあ偉そうなことを言いましたけど、そういう思い出話を、決してその評論家的にそのメディアとくっついて、何かしようというよりも好きで喋ってるんだけど皆さんに見ていただきたいと思っておりますので、それでいろんな記憶を皆さんの記憶とともにありたいと思っておりますので、続けたいのでぜひともチャンネル登録の方、この瞬間にぜひよろしくお願いいたします。勝手なことを言いましたが中身入ります。取り上げているのは田原俊彦さんの田原俊彦ナブレコードというのは、前1回目に申し上げましたがキャニオンのアイドル系のレーベルだと思ってください。当時あって 2,3 年でなくしたはずなんですが、1980年の8月のアルバムです。田原俊彦さんのファーストアルバム、プロデューサージャニー北川さん、シングルレコードは入っていない、シングルのトラックが入ってないというのはまた特殊な感じですが、アルバムこれです。こちらは、裏がこうなってまして、裏可愛らしいですね本当に。なかなかやっぱり美形だなと思うんですが、で、としちゃんさんのこのアルバムなんですが、一つ目はこれから始まります。都市放送局、DJ 風の語りで1分強と書きましたが、最初のトラックはですね、いかにもラジオ FM 局かなんかの音を聞いてる感じで、FM、AM、まあ、どちらでもいいです、ラジオ局の音を聞いてる感じで、今の若い人たちというか、今10代20代の子たちのラジオのなかなかこの音が入ってこない感じってよくわからないそうですが、その、ラジオ局の感じで小林克也さんだと思うんですが、 DJ が英語で流暢な英語でバババッとまくし立てて、でその後今世界で最も売れてる、最も支持されてるアーティスト、今から男を紹介するぜってんでとしちゃんさんが出てくると。でその間結構こうとしちゃんさんが出てきてあっという間に終わるんですけども、この先にスーパーコミュニケーションという一曲があって、このスーパーコミュニケーション前私は取り上げたことがあったもんですから、これはね昨年のワウワウで放送されたライブで歌ってたからです。で、そのスーパーコミュニケーションの前にこの部分、都市放送局と名付けられた部分、さっきのこのジャケットからはワントラック分としては扱われてないんだけれども、こういう喋りの部分が入ってるというのがこのアルバムの大きな特徴らしいので、あえて取り上げてみます。小林克也さんからバトンは渡された田原俊彦さんは、都市放送局というトラック名というかタイトルになってるんですけれども、田原ステーションという言い方をしてます。田原ステーションです。で、声がねやっぱり異様に若くて可愛らしい。そしてよくとしちゃんさんの真似をする人たちが言うような田原俊彦ですが、田原俊彦ですっていう田原のああの音が特にはーが消えたような感じで田原俊彦ですっていう発音をしているので、確かに、可愛らしいし、モノマネの人って茶化してるようにも見えますけど、やっぱり特徴つかんでるなと。とにかく可愛らしい声で、で1曲目まずこれだ、スーパーコミュニケーションというので始まるんですけど、若い声が収録されてて、ここから始まってさらにシングル哀愁デートとかハッとしてグーが入ってないというところから考えて、この時の、ジャニー北川さんを中心とした、あるいはレコード会社の人たちを中心としたこのメンバーというのは、これだけのビッグタレントになっていくということがあまり
感じてなくて、なんとかエンターテイナーとして若い、若い女の子たちに特に届けたいエンターテイナーとして、この都市を売るんだというところから行ったんだろうなと。ただ思った以上に、おそらくはジャニーズ事務所としてもここまでと思わないくらい爆発的に売れていったので、時代が待ってたんだろうということだと思うんですが、ここから思いっきり火がついていくと。そのこの時点ではトシちゃんさんもこんなに自分が売れてくるとはみたいな、あの時は売れようとは思ってるけれどもこんなになると思ってないというところで探り探り、まあ私の記憶ではこの当時のタレントさんのアルバムとかってこの語りのままレコードが進むとかもあったはあったんで、そんなところを探していたのかなという気はします。面白いやり方ですね。この先もいろいろ喋りが出てくるらしいんですけど、その度にまた一つに区切ってお届けいたします。とにかくとしあんさん、ちょっとしか喋ってないですけど若い、可愛い、おっさんが言うのもなんですけど、やっぱりこの年になって聞き直すと自分より年上の人だけどまた可愛いなとは思いますね。でスーパーコミュニケーションに入ります。スーパーコミュニケーションからはまた次回取り上げたいと思います。今日は全曲紹介トーク、曲じゃないんですけども、このアルバム、田原俊彦さんの田原俊彦デビューアルバム取り上げました。出だしの都市放送局、実際中では都市放送局じゃなく田原ステーションって言ってますけども、その喋りの部分、小林克也さんと田原俊彦さんの喋りの部分取り上げてみました。次回またご覧ください。チャンネル登録もぜひお願いいたします。それでは失礼します。あ、それからいろんな思い出話のある方はコメントの方でお寄せください。よろしくお願いいたします。